そうですね、まあ、タフな戦いになりましたけど、まあ、本当にチームとして決めるところで決めれて、まあ、守備もしっかり集中力を持続しながら、まあ、本当自分たちの、まあ、試合を自分たちの流れでやることができたと思います。前節こうセンタリングとかいいボール入ってたんですけど、こうニアに飛び込む選手がいなかったので、まあ、スタッフと話し合って、まあ、僕がニア行くことで、まあ、抜けてもこぼれ球狙えるしということで、まあ、ポポが本当に一人で頑張ってる、まあ、体勢から言ってももうニアしか難しい場面だったので、まあ、本当に相手より先に足出せれば、まあ、チャンスあるかなと思って、まあ、本当に意図したいいゴールだったと思います。試合に向けて僕たちは毎試合一生懸命準備して、まあ、その結果、まあ、勝負事なんで勝ちも負けもありますけど、まあ、本当に僕たちは一生懸命プレーしてますし、まあ、サポーターの皆さんも一生懸命僕たちを応援してもらえれば、まあ、本当に最後本当にいい結果をシーズン終わりにもたらしてくれると思う。また盛り戦っていきましょう。